はい、どうも中村です。今日はですね、この今乗ってるバイク、スズキのアドレス125なんですけれども、納車された時にもこれ動画出したんですけど、11月に納車されて今1月の初めなんで、だいたい2ヶ月ぐらい乗りまして、まあ2ヶ月乗った感想をまたちょっと動画にしてみたいなと思っております。で、最初にちょっと言っとかないといけないんですけれども、僕バイク屋さんとかではなく、バイク乗るのは好きですけど、すごいバイク好きっていうわけでもなく、その専門的なレビューっていうのはちょっとできないんですけれども、まあごくごく一般人が、2ヶ月乗った感想をやってみたいと思います。ただまあ一般人とはいえ、あの Uber Eats の配達で使ってるんで、今2ヶ月乗りまして、もう2078キロですか、月1000キロぐらいは乗ってるんで、まあまあ、乗ってるのは乗ってると思います。で、まあ2ヶ月乗ってみた感想で言うと、このバイクですね、価格が20万ちょいですかね、諸費用とか全部入れて僕の場合は23万やったんですよ。で、 125cc クラスで諸費用込みで20万前半っていうのは結構安い方なんですよ。で、まあその値段的な安いということを踏まえて言うと、もう最初にズバッと点数を言っちゃうと、結構100点に近いぐらい、僕は満足しております。で、今どこ走ってんねんと思う方もいるかもしれないですけど、2ヶ月走って、2000キロ走ってるんですけど、よくよく考えるとちょっと坂道とか走ってなかったなと思いまして、今山を登っております。ちょっと間違ってたら申し訳ないですけど、おそらくは桂木さんだと思います。まずどうですかね、気になったとこ、まあ悪いとこっていうほどじゃないですけど、ちょっと気になったとこからちょっとずつ言っていくとすると、で、僕前にも乗ってたんですけど、前に乗ってたのがベクスターの125っていうバイクなんですけど、それと比べてになってしまうんですけど、ミラーがちょっとね、こう細身っていうか上下が細くて、カクカクしてるんで、もうちょっとこうここが欲しいんですよね。こことここがもうちょっと、別にもうかっこ悪くていいんで、もうちょっとミラー大きくてもいいかなっていう感じで、まあもう乗ってたら慣れたんですけど、若干見にくいところがありますね。で、あとはちょっとまた止まってからやりたいと思いますけど、タンデムステップっていうんですか、2人乗りする人用のステップが、僕 Uber Eats で配達で使うんで、こう商店街の中とかこうバイクを押して歩く時があるんですけど、押して歩く時にね、そこが足に当たってね、結構邪魔で、ここをですね、この出っ張りが、このタンデムステップじゃなくて、この出っ張りがですね、こう歩く時にですね、こう足が当たるんですよね。押して歩くときにちょうど当たるんで、これが邪魔なんですよね。でもまあこう後ろに乗る人はね、これがあると多分だいぶ楽だとは思うんですけど、で、どうでもいいことなんですけど、山はちょっと思ったより寒いですね。温度が、気温がもうぐっと下がってきましたね。寒い、ちょっと若干山を舐めてましたね。寒いですわこれ。でですね、あとはこれもちょっとまた止まってからやりますけど、ガソリンコックっていうんですか、ガソリンコックが、これもちょっと前のバイクと比べてしまってますけど、ちょっとこう、なんていうんですかね、穴がちっちゃいっていうか、満タンにするのに、まあセルフでですけど、満タンにするのでもうカチッと止まるとこで終わる人はいいんですけど、僕結構こうその後もこうカチャ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 やって、こうカツカツまで入れたい派なんですけど、こう穴がちっちゃいんでね、こう見えないんですよね。こうどこまで入ってるかっていうのが、若干見にくいっていうとこですね。ここをですね、このよいしょ、この穴がですね、ちょっとちっちゃいかなっていう、まあそんな大した問題じゃないんですけどね、まあ、これが微妙に気になるとこですかね。で、まあ、ついでにちょっと取っとくと、ペットボトルとかが1本十分、500ミリのペットボトルが十分ここ入りますね。で、あとちょっと気になるところで言うと、これはね、悪いのかどうかは分かんないんですけど、ブレーキの利きが若干甘いような感じがします。で、それはもしかしたらこうタイヤがロックしないようにちょっと緩めにかかるようにしてるのかもしれないんですけど、だからもうこれが悪いとは言えないですけど、ただ思ってるよりもちょっとこう、あれはなんて言うんですかね、制動距離っていうんですかね、こうブレーキかけてからピタッとこうバイクが
完全に止まるまでの距離はちょっと長めに考えといた方が安全かもしれないですね。ちょっと思ってるよりもおーってなる時があるんで、まあその分タイヤがロックするみたいな急ブレーキになることはもう全然ないですね。で、あとはちょっと前納車の動画の時にもコメントで同じアドレス125乗ってる方がコメントくれてたんですけど、ちょっとタイヤが滑りやすいのかなっていう、まあこう純正のタイヤの問題ですけど、まあでもそれバイク屋さんに聞いたんですよ。これちょっとタイヤ滑りやすいですかって聞いたら、まあバイク屋さんは冷静に、まあ、バイクはタイヤ滑りますよって言われました。なのでまあどのバイクでもやっぱりね、あのコーナーのマンホールとかは気をつけて乗ってくださいということでしたけど、まあでも気になるとこって言ったらそれぐらいですかね。まあ若干こうビジュアルがね、高いやつはもっとかっこいいやつがあるっていうのぐらいで、だからなんていうんですかね、いいやつと比べると、ちょっと待ってください、雪積もってる、雪が積もってるわ、マジか、怖っとですね。そうそうそう、いいやつと比べて悪いとこっていうのはいっぱいあると思うんですよ。もっと PCX とかね、スイッシュとか、他にもなんかいろいろちょっともうちょっと値段高いやつがあると思うんですけど、そういう値段高めのやつと比べると、まあちょっと装備が高いやつとかもともとヒートグリップついてたりとか、なんかシートヒーターがついてたりとか、ブレーキロックがついてたりとか、なんかもう装備がね、いい装備がいっぱいありますけど、そういう装備はもうアドレスは全然何にもついてないです。まあ何にもついてないですけど、まあぶっちゃけ後付けで何でもつけれるんでね、まあ欲しければ後付けでつけたらいいかなと思いますけど。であと燃費ですね。燃費はちょっとまあ僕がね、素人が計算してるんで定かではないですけれども、40キロいかないぐらいですかね、僕は。おお、凍結してますね、これね、完全に凍結してますよ、こわ。そう、燃費ですね。燃費もね、もっといいやつはあると思うんですけど、まあでも40キロ近く、リッターで40キロ近く走ればもう十分かなと思いますけどね。最近の他のバイクがどんな感じかわからないですけど、まあまあリッター40キロ弱ぐらいですね、アドレス125は。ちょっとこれが今山頂までどれぐらいなのか、もうちょっと行ったら着くんだったら行きますけど、まだまだ先やったらこれは帰りたい。で、いいとこですね。いいとこはね、もう何一つないですよ。何一つないっていうのは、そのずば抜けていいところが全然ないですね。例えばこうめちゃめちゃスピードが速いとか、めっちゃ燃費がいいとか、もうめっちゃ見た目がいいとか、めっちゃ装備がいいとか、そういうのはもう一切ないですね。ただやっぱりその値段的なことを考えると、まあ特に悪いところも、まあ、さっきちょっと悪いところ言いましたけど、そんな言うほどでしょ、そんな言うほど悪いとこないんで、まあめちゃめちゃ気になるほど悪いとこもなく、まあめちゃめちゃ山頂ですね、これはね。これは山頂じゃないですか、違う。で、ですね、まあ非常にね、可もなく不可もなく、悪いとこもいいとこもずば抜けて何にもないっていう、まあいい言い方するとすごいバランスの取れたバイクだと思います。なのでまあ僕はね、もともとそんなにこう飛ばしたりするタイプじゃないんですよ。配達で使ったりしてますけど、 Uber Eats の配達員はね、基本安全運転ですから、安全運転でやっておりますので、まあ、スピード出したりしないんで、まあ、特に不満がないんですよね。でちなみにさっきからこれずっと山登ってますけど、全然山登りますね。山登りますけど、こんなんスピード出せるわけないんで、スピード出さないですよ、これは。まあ、山登りますよっていうだけで、山こうね、峠攻めたりするのに使えるかっていうのは、それはちょっとわからないです。だからまあ最高速とかもまあわからないですけど、おそらくですよ、60キロまでしか僕は出したことないですけど、おそらくですけど80キロまではもうスッと出ますね。80キロぐらいまではもう早いと思います、出るまでが。で80キロ以上もおそらくもうまだまだ出ると思います。まあまだまだ出ると思いますけど、この車体で80キロ以上出すのは結構危ないですね。もう80キロでも危ないですけど、がっつり凍っとんな、これ怖っ。で僕としてはやっぱりその最高速よりも普段街乗りで使う分には出足が重要なんですけど、出足も悪くはないですね。
そんなこうガーっていく人いるじゃないですか。ガーっていく人には負けますけど、全然不満に思うような出足じゃないですね。シューッと行ってくれて山頂着きました。でせっかくですねバイクのレビューやるんでハンドル周りとか見えた方がいいかなと思って、僕普段ハンドルカバーつけてるんですけど、最近寒いんで、ハンドルカバー外してましたけども、山の山頂が寒すぎて今つけました、ちなみにハンドルカバーつけるとこんな感じですね。まあダサいんですけどね、もう冬場はもうダサいとかそういうことを言ってる場合じゃないんで、つけておりますが、こんな感じですね。であとね、多分ちょっとね若干あれですかね、塗装が薄いんですかね、なんかこの、スマホホルダーをつけるときにですね、ちょっとほんまちょっとだけこのステーがかすっただけなんですけども、塗装がすぐ剥げましたね。これ納車した日に剥げたって結構ショックでしたけどね。ということでですね、本当はちょっと山頂でですね、僕身長164センチなんですけど、こう乗った感じとか撮ろうかなと思ってたんですけど、ちょっとですね本当に道が凍結しそうなんで、早々に帰ることにいたします。で、ほとんど多分言いましたかね、要するにまとめるとですね、20万前半の価格帯からして、可もなく不可もなくっていうのは非常にいいバイクではないかなと僕は思っております。で最初にも言いましたけど、ウーバーイーツの配達でも使ってるんですけども、配達に使う分にはもう本当にいいバイクですね。サイズ感がちょうどいいと言いますか、あんまり大きすぎるとね邪魔なんですよね、細い道とか行くんで。ちょうどいいくらいの大きさでいいと思います。そんな感じでですね、スズキのアドレス125、購入を考えている方のご参考になればと思いますが、普段はですね、Uber Eats の配達の動画をメインにやっておりますけれども、またこのね、スズキのアドレス125関連の動画も出したいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録してご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。